最近買ったボディービストはじめ4つの香水をご紹介していきたいと思います。では行ってみましょう。はい、夏に向けてですね、皆さん、匂いとか気になったりすると思うんですけれども、コロナもあってですね、去年一昨年結構いろんなですね種類の香水を集めて試しました。メゾンマルジェラだったり、イソップだったり、オーパラディだったりですね、いろいろ試してみたんですけども、その中ですね、私が普段使っている4つの香水をピックアップしていましたので、皆さんですね、好みもあると思いますが、参考になれば幸いです。はい、今回ご紹介する4つの香水なんですけども、ちょうどですね、匂いの強さ別に4つに分けることができました。強さをですね、小さい順にご紹介していきたいと思います。はい、ではですね、1つ目がザ・ボディショップのボディミスト。こちらつい最近買ったばかりなんですけども、ホワイトムスクフレグランスミストということですね。一番強さが弱いということで、持続時間もですね少ないですし、匂いも、弱めですので、香水苦手だよっていう方もですね、簡単に試せて、で、1年中ですね使えるかなりいい感じの、ボディミストになっております。匂いがですね、香りの特徴っていうのは書かせていただいているんですけども、簡単に言うともう石鹸の匂いっていう感じですね。はい、で、使い方としてはですね、お風呂上がりに体全体にかけてもいいですし、部屋にかけてもいいですと。で、実際使うときはですね、体全体とか、首元とかにですね、シュッシュってかける感じで使って、匂いの持続時間もないからですね、何回か匂いを継続したい方は何プッシュかですねして使ってもいいんじゃないかなと思います。かなりですね、どちらかというと女性っぽい匂いもあるっていうところもあるかもしれないんですけど、男性も使えるボディミストだと思いますので、香水苦手だよっていう方もですね、いい石鹸の匂いをまといたいという方にはすごくおすすめなものになっております。はい、2番目ですね、こちらが、ジョーマロンロンドンのオーデコロンで、ネクタリアンブロッサム&ハニーコロンというものになっております。こちらですね、夏に向けてっていうよりはどちらかというと春を連想させるようなフルーティーな桃の匂い、そして柑橘系とかとは違ったですね、シトラス系とは違った最高に爽やかな匂いということなんですけれども、花とかピーチとかのですね、すごい爽やかな匂いがしますので、そういったですね、柑橘系とかとは違った爽やかな匂いをまといたいっていう方はこちらおすすめになっております。匂いの強さに関してもオーデコロンという形でかなり使いやすいのではないかと思います。はい、3つ目がですね、こちらもすごく定番なんですけれども、ディオールの、オーデパルファンソバージュになっております。で、大変申し訳ないんですけど、撮影してる途中に気づいたんですけど、こちらですね、オーデパルファンじゃなくてオーデトワレになっておりました。ちょっとですね、匂いが違ってきま、若干違ってきますので、コメント欄にですね、ソバージュ、オーデトワレ、オーデパルファン、パルファンの3種類あるんですけども、オーデパルファンじゃなくて一つちょっとに、弱いですね、オーデトワレだったっていうことに途中で気づきましたので、コメント欄にですね、匂いの違いの URL 貼っておりますので、そちらを参考ください。ただざっくりとしたところはですね、匂いは匂いとかイメージとは一緒だと思います。匂いとしてはですね、まさにジョニー・デップが CM に起用されてるんですけども、ジョニー・デップを連想させるような、セクシーな香り、仕事ができる男、夜のバーに佇む男を連想させる匂いということでですね、そういう結構できる男っていう方はですね、一日中つけていてもいいと思いますし、どちらかというと、朝とか昼っていうよりは、夜だったりとか、秋とか冬とかには適した香水にはなってるとは思うんですけども、夜とかですね、
飲みに行くときにですね、こうおしゃれなバーとかに行くときはつけたら、様になる香水ではないでしょうか。はい、4つ目がですね、ガレードのパルファン、プレミアムパルファン&ブルーというものになります。はい、こちらがですね、爽やかかつセクシーな匂いで、年中朝から晩までつけられる香水になっております。そうですね、いろんな匂いがですね、あるんですけれども、なんて言ったらいいんですかね、もう本当に説明が難しいんですけれども、この写真にある通り、こうレモンだったりベルガモットだったりオレンジだったりピーチだったりって、こういう、シトラスだったりとか、フルーティー系な匂いがしつつ、最終的にはですね、ホワイトムスク、サンダルウッド、バニラっていうようなですね、こう優しい感じの匂いに落ち着くっていうことですね。数ある香水の中ではもう本当にこれがもうめちゃくちゃ一押しの香水になってまして、インスタとかですね、そういったところでモテ香水ということでかなり、知名度はあると思うんですけど、まだまだ知らない方も多いんじゃないかなと思いますので、ぜひですね、最高な香水欲しいという方はですね、このガレードプレミアムパルファン&ブルー、すごくおすすめになっております。そしてですね、今回ご紹介した香水、パッケージもですね、すごく可愛いんですけれども、普段使いとしてですね、持ち歩くにはですね結構大変だと思いますので、自分はですね、こんな感じなの、アトマイザーって呼ばれるものに入れてます。アトマイザーどんなものでもいいと思うんですけど、結構このアトマイザーですね、黒とブラック、そしてこの何ですかね、光沢感があってすごい使いやすい感じなんですけれども、アトマイザーどんなものでもいいと思うんですけど、アトマイザーに入れて一番の車のボックスに置いてます。その日の気分でですね、お出かけする前にかけることが、つけることが多いのでおすすめです。はい、いかがだったでしょうか。普段使いからですね、夜のバーで使えるようなディープなものまで、4つの香水をご紹介させていただきました。一つでもですね、気になったっていうものがあればですね、直接ボトルタイプをもちろん買っていただいてもいいですし、こういったディオールとですね、ジョーマロロンドに関してはメルカリでですね、簡単に試せるような試供品っていうのもですね、安くで手に入れることもできますので、そちらで気に入ってからですね、こういった実際のボトルを買ってみてもいいんじゃないでしょうか。これからですね、夏に向けて、暑くなると思うんですけれども、香水をですね、身にまとっていただいて、そして何かですね、夏にすごくこの香水おすすめですよっていうものがあれば、ぜひコメント欄で紹介していただければと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。